とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー第3章攻略ですね。6階から10階まで攻略していきましょう。では、6階スタートします。1階から5階は前回の動画でやってますので、そっちもチェックをよろしくお願いします。で、6階ですね。ちょっと、めんどくさい場所です。クリーパーと、氷使いが出てきます。で、敵も多いです。パワーシェイカーをうまいこと使って、鬱陶しい氷使い、そして、クリーパーだね。そいつらを処理していきましょう。まあ、場所によっては、危ねえ。このね、愛のメダル使っていきましょうね。OK。とにかく、この氷が鬱陶しいので、あぶねえ。このパワーシェイカーが、すごく重要になってきます。はいはい。で、とにかく動き回ること。うん、動き回らないと、この矢に当たって、足が遅くなってしまうので、そこは注意してください。てい！はい、オッケー。うん。まあ、この矢を受けてしまうと、どうしてもね、足が遅くなって、ダメージをもろに食らってしまうので、とにかくここは当たらないよう注意して、行きましょう。で、パワーシェイカーで、危険なクリーパー、そして、氷使いだね。あいつらを粉砕していってください。うん。ここちょっと注意なので、気をつけてくださいね。では、クリアです。で、前回の動画でも言いましたけども、4回、5回、6回のクリアで、裏切りの刃、毎回出ます。好きな場所で入手してください。4回で取るやつは、鋭利がつきます。5回で出るやつは、吸血がつきます。そして、今回、出るやつは、ガードストライクだね。がつくので、まあ、自分の好きなやつ、を選ぶようにしてください。はい。まあまあ、俺は、4階のところで、裏切りの刃を取ってきてるので、必要ありません。はい。で、これだね。鋭利を2と、雪玉を3。まあ、これぐらいにしとけば大丈夫と思いますよ。はい。では、行くぞ。で、この7階、別に問題ありません。愛のメダルと、パワーシェイカー、うまいこと使って、粉砕していきましょう。そんなね、強い敵も、出てくるわけじゃないので、全然大丈夫だと思います。まあ、タイムアタックをするにあたっては、ちょっと、敵の出る場所とかそういうのがね、時間に関係してくると思うので、まあ、そこは運だな。どうしても運が絡んでしまうもんね。敵の出る場所、うん、動きなんかによって。なんで、まあまあ、もちろん、今回もタイムアタックはやると思うんだけども、早めにクリアしていきたいですね。まあ、7回、全く問題ありません。パワーシェイカーと、そして愛のメダル使って、落ち着いてクリアしていきましょうね。はい。ここは何も必要ないです。そのまんま行きましょう。んで、鋭利3、雪玉3、こういう感じになると思います。はい。で、ここがね、ちょっとね、鬱陶しいのよ。毒をもらったりするので、ここのね、手前の壁、ここら辺で、戦うようにすると、結構楽です。うん。そんなに前に出すぎないようにして、ここで戦っていくと、火ダメも少なくって、済みますんで、あまり前に出すぎないように、まずはここで、待った方がいいと思います。あぶね、毒とね、矢を食らうと、結構ぐらっと減っていくので、まあ、そこは注意ですね。で、ここ、敵が固まってます。パワーシェイカーを装備していくと、結構楽に効いてますね。で、こいつ鬱陶しいので、愛のメダルでいきます。あお！
おっ、オッケー、危ねえ、ちょっとポーション使っちゃったけども、まあ、うまいこと立ち回れば、ポーション使わなくてよかったです。今のはね、こっちの方で、愛のメダルを使うべきだったね。こっちのやつはパワーシェイカーが一時残ってたので、ここでパワーシェイカーを使った方がいいです。で、こいつはこっちから矢を打って倒しましょう。向こう側でね、ローリングして渡ることもできるんだけども、若干危険なので、もう矢を打っていった方が間違いないです。うん、そうした方がいいですね。クリアでございます。はい、で、ここの報酬、まだね、召喚できるやつはいないんだけども、エンチャンターの書取っていきましょう。ここを取るかどうかで難易度が全然変わってくるので、これエンチャンターの書必ず取りましょう。で、球界商人ですね。で、このまんまボスに突っ込むとどうしてもやられると思うので、防具パワーを上げます。90まで上がれば HP もね 2.5 倍ぐらい上がりますので、おすすめです。エンチャントはこんな感じですね。1余ってるけども使わなくていいです。うん、これはエーリーと雪玉ですね。まあ、ここが、別の裏切りの刃で、吸血とかガードストライクとか、まあ、それ装備してる人もいると思うけども、まあ、雪玉さんがあれば大体大丈夫かと思います。では、ボスですね。ボスは名もなき者です。基本的にはパワーシェイカーをつけて敵が炎症中にダメージを与えていきます。で、雑魚を召喚した時に愛のメダルで引き受けてからエンチャンターの書だね。で、うまいこといけばこうやってダメージをだいぶ与えてくれます。これもね、運によるんだよね。エンチャンターの章でどれぐらいのエンチャンターが、エンチャントが出るかです。で、炎症を始めたらこうやって攻撃していってください。で、こいつらとはまともに戦わずに、愛のメダルが回復したらやるようにしてください。そうしないとね、ちょっとめんどくさいんで、はい、OK。OK ね。で、あとは、愛のメダルじゃなかったパワーシェイカーでガシガシ叩けばいいですね。これ3回ぐらい繰り返せば倒せるので大丈夫だと思います。OK！ うわー、なんか嫌な奴らが残ったな。まあいいか。まあこれもさっきと同じく愛のメダルで取って、エンチャンターの書ですね。はい、こうすると結構簡単に勝つことができます。ほんとエンチャンターの書がね、すごく重要になるので必ず入手するようにしてください。これはね、本当にね、絶対今回の、タワー攻略では必ず必要になるので、エンチャンターの書は入手しておくようにしてくださいね。で、10回のボスクリアしました。ここアイテム何も取らなくていいです。エンチャントポイントでいきましょう。はい、ということで、今日は6回から10回までの攻略をやってみました。次は11回から15回という風になります。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。